はい、普通人のための、記憶術、その4。そう、はい、今日は、はい、could、C-O-U-L-D、could、can、could、一応 can の過去形が could ですね。過去形というのはちょっといろいろごちゃごちゃありますが、はい、C を W に変えると would、will の過去形が would、まあ、一応そう言えますが could、would、はい、今度 SH をつけると should、はい、could、would、should 特徴がある。コールではない。L は発音しない。まあそうなんですね。慣れてきたら普通にもう思えるでしょうが、could、would、should。はい。それで、はい。今日のお話は、should 原型。should 動詞の原型。だと、まあこれも、訳す場合に、なんとか、してみたらという、こういう軽い感じですが、まあ、すべきだ、硬すぎるって言いますが、まあ、ここでは、should 原型、なんとかすべきだ。これが嫌だったら、なんとかしてみたら、と。はい。まあ、何回か言ってみたら、漢字は身につくでしょう。それで、should have 過去分詞。should have 過去分詞、昨日、宿題をやっておくべきだったのにしなかった。 should have 過去分詞、 should have PP 英語で言う PP、うっかり should have PP、 PP 英語で言うとおしっこと聞こえてしまうそうですが、 should have 過去分詞、なんとかすべきだったのにしなかった。うん。should have 過去分詞。なんとかしておくべきだったのに。僕は、昔から気に入っていた女の子、男の子がいた。受験勉強に、鬼のように受験勉強しているうちに、彼は、他の人と仲良くなって結婚までしてしまった。私は、もう涙も枯れてしまった。後悔してます。はい、後悔するは、はい、REG で始まる。はい、何ですか？はい、3回は言おう。レグレット。いいですか？レグレット。で、後悔するっていうんで文章を作ってみて、そして翻訳ソフトで見て、はい、それを、3つぐらい文章を書いたら、自分のことだったら、はい、できますね。レグレット。まあ、レペントという単語があります。R-E-P-E-N-T。まあ、これは懺悔する。ね、懺悔する。似てるっていう気もせんでもないけれど、まあ、かなり違いますが、はい。レグレットを覚えましょう。レペントは懺悔する。はい。キリスト教では懺悔する。すると、罪から救われるという教えがありますが、はい。レグレット、はい、翻訳ソフトに、彼と深い仲に、なったことを後悔しています、あるいは彼女と深い仲になったことを後悔しています。私はかなりの時間を浪費してしまったと書くと、はい、打ち込むと、タイプすると、はい、waste time が出てきます。W-A-S-T-E、waste、ウエスト、腰のくびれ、これは、同じ、ウエスト、これは WAIST、腰のくびれが WAIST、浪費、浪費するは WAST。私、人生を10年間無駄にしてしまった。そんなこと今更言わない。時間は元へは戻せない。はい。waste time by ing。waste time by ing。なんとかすることによって時間を浪費する、浪費する、浪費する。では、そうですね。結婚して、Please marry me。Ask her to marry me。こんな風に使いますが、marry。覚え方、merry と marry する。merry と marry する。I married Mary。Mary と結婚した。M-A-R-R-Y。Mary。シーアとcarry。キャリア、保険者、はい、キャリー、マリー、はい、マリー反対、ディボース、D-I-V-O-R-C-E、マリー反対、ディボース、マリッジ反対、ディボース、マリッジ反対、ディボース、こうすると、覚えておくと、マリーの反対がディボース、結婚する反対ディボース、離婚する、マリッジ結婚反対ディボース、離婚、そうか、ディボースってね、動詞としても使い名詞としても使う。慣れてきたらそんなもんかと大体分かってくるわけです。はい。自分の世界を広げよう。エンラージしよう。ラージ。EN つけてエンラージ。あるいは自分の教えを広げよう。羽を広げて。コウノトリは羽を広げて、グレーターの家の方へ飛んでいった。できますか？GRETA、グレータはやなかった。コウノトリ、ストーク。ストーカーのストークと発音は同じになりますが、S-T-O-R-K。はい。赤ちゃんを運んでくるというコウノトリ、ストークは、はい。羽を広げて、この場合の羽って翼ですね。翼、ウィングスを広げて、スプレッドして、そして飛んでいった。飛ぶ、フライ、フロン、フライ、ハエ、フライ、オンダ、シーリング。天井に接触しているハエ。はい。ザ、ストーク。spread its wings and flew away, fly, flew, flown, in the direction of, 北の方へだったら、northward、簡単に言うと、north、北、それから、北にとかです。使いますね。flew away, in the direction of Greta's house. The stork spread its wings and flew north. と言えるわけです。はい。で、スマホや、翻訳ソフト、Google 翻訳、こっちは音声が聞けますね。音声は聞こえないけれど、ディープ L だともうちょっと、マシな。それでもディープ L を騙そうとしたら、日本語で考える通りにやると、主語を消したり、するのが、わかる範囲で日本語は、主語を省きますが、真面目な、翻訳ソフト君は混乱してしまいます。はい、でもとにかく、スマートフォン、スマート、頭の切れる、賢い、ブライト、スマート、インテリジェント、ブライト、スマート、インテリジェント、はい、BRIGHT、明るい、頭の切れる、聡明になっていますね。明るいんです、頭がね。ブライト、スマート、インテリジェント、INTELLIGENT、ブライト、スマート、インテリジェント、ブリリアント。You are brilliant, master. ご主人様、頭がものすごく切れるとジニーは言いました。はい。とにかくスマホや翻訳ソフトは宇宙人、はい、エイリアンからプリミティブ、原始的な、つまり未開のプリミティブな地球人への贈り物だと、考えてしまいます。はい。わかりましたか？記憶するというのは自分中心でやっておかないと。単なる試験に出るから、小テストやるからでやったものは、もう半分以上、7割、あるいは9割、忘れてしまうのが普通なんです。思い出すのは、エビちゃん、エビングハウスの忘却曲線、forgetting curve、oblivion curve、curve、とか、ウェルニッケチュース、なんか、そういうことも知っておいたら、自分の頭が悪いんじゃないと。良くなくても、それ普通なんだと、分かっていったら、はい、進歩できます。はい。